ほら、涙ながらに語ってるから食べてあげてよ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回もこの島に住みたいという方が来てくださったので、 QR コードを読み取っていきたいと思います。ほい、 QR コードを読み取る。ひらめくん、ドライ系、第一印象自信家、特徴形式的、負けず嫌い、短気、ズバリ言い切る、成果にこだわる、テキパキ型、強気に頑張るタイプ、目標が高ければ高いほど燃える、少しおっちょこちょいな面も、テキパキなのにおっちょこちょいっていうのはなんかギャップがいいね。ほい、オッケー。ほい、それじゃあマンション行ってみよう。今回は特にお友達マークとかは出てないね。ほい、それじゃあ今回新しく入ってくれたひらめくん入るよ。なんかすごい部屋がすごいね、めっちゃ豪華なんだけど。目標が高いほど燃え上がる男です。おー、いいねいいね、すごいね。てか帽子もすごい気になるんだけど、個性的。疲れたって口に出して言うとさらに疲れます。あ、それは思う。なんか、やっぱり音にして聞こえてきたら、すごい気になるんかな、自分でも。ほい、それじゃあお腹すいとるやろうけん、何かしら、コーンフレークぐらいで大丈夫？いただきます。なんか、お金持ち系の家の人っておるけどさ、ここはここでなんかまた違った感じで。ねえ、ちょっとした怖さもあるような気がする。ほい。それじゃあ、もやもやをいろいろと解決していこうかな。お？ほい、ももちゃん入るよ。寝てるけど。じゃあちょっと夢の中にお邪魔します。お？このやつか。これって、お？どういう状態なんやろ。めっちゃ怖いよね、なんか。お。どういうわけかお宝マッチを拾いました。あれは体はマッチ棒でできとるってこと？おはよう。どこに行ってたんですか？いろんなところをうろうろと。新しい服が欲しいです。お、新しい服？何がいいかな。じゃあ、テニスウェア。ハイスクール。テニスウェアは？コートの妖精と呼ばれたいあなたに。呼ばれたい人おるかな？どうだ？すげえ、超真っ白。すごく気に入ったようです。おお、よかったよかった。レベルアップ。ほい、それじゃあ、あれか、テニスラケット。やっぱりこの格好だから。道具、テニスラケットをプレゼントしました。喧嘩した時のために、明日の悪口も考えてます。なぜ？ダメだよ。ダメだよ。喧嘩した時のためにじゃなくて、考えてたら嫌いになるよ。ほい、カス汁でも飲んで。いただきます。どうぞどうぞ。どう？美味しい？すごく美味しかったようです。おー、よかったよかった。おー、1位やん。お礼にこれもあげます。何？実用品ブランコをもらいました。ありがとう。なんかさ、私の小さい頃、なんかリストバンドとか流行っとったんやけどさ、こっちの方だけかな。こっちの方っていうか、私の周りだけかな。なっちゃん入るよ。え、もしや出ていく？あ、出かけていった。入らせてくれなかった。で、しんくん入るよ。なんか、うんって言ったけど。眠れないもので。眠れないのか、大丈夫？不眠症。ほうほう、眠れなさすぎて、見てあげるよ。ふふふ。いいね。みんないいね。変顔のクオリティが高いよ。マジで？なんで拾わなかったの？それは拾っておくべきでしょう。
金の鍋棒を見ましたじゃないよ。はい、トウモロコシどうぞ。いただきます。微妙になんか食べとるみたいやけど、何、おやつでも食べたかな。まあまあ美味しかったよ。あ、すごいお腹膨れたね。トウモロコシってそんなになるっけ。結構ボリュームあったかな。お、電話で誰かと話しよる。眠れないからって付き合ってくれる人がちゃんといるんだね。ほい、それじゃあノア君入るよ。ストレッチ中。こんばんは、オールナイトです。マジか。なんかこのマンション寝れん人多いよね。教えてください。怒った時に使う言葉。もう女の子みたいになるかな。もうもでいいですか。いいよいいよ。はい、わかりました。ほい。悲しい時も友達がいるから頑張れます。ね、悲しい時。やっぱり人が近くによって励ましてくれよったらね。まあ、励ましてくれんでも一緒におるだけでも変わってくるか。ほい、エビフライあげる。いただきます。脂っこいかもしれんけど、すごい勢いで食べるね。結構美味しかったようです。おー、よかったよかった。ショートケーキには負けるか。最近エビフライ食べてないな。別にそこまで食べたいってもならんけどさ。ほい、あったん入るよ。どうもどうも。あゆなのそっくりさん、来てくれてありがとうございます。いえいえ、これからも来るよ。もう帽子？帽子か、その格好に帽子？この辺、熊の髪飾りとか。ほい、どうぞ。帽子じゃないけど。正面から見たら違いがよくわからない。あ、でもすごく気に入ってくれたからよかったよ。レベルアップ。それじゃあ、そうやね、歌いこっか。じゃあ、何がいいかな。ラップ。ヘビメタ。女の子でヘビメタってどんな感じになるかな。本当やったらね、夏祭りとかそういうの歌ってくれればいいんやけど。うちにテントも見かけると、すぐに挨拶に行きます。おお、みんな定期的に確認しに行きよんかな。ちょっと、歌を歌う前に、お腹を満たしておかねば。腹が減っては戦はできぬ。戦イコール歌やけど。まあまあ美味しかったようです。おお、よかったよかった。ほい、それじゃあ、歌ってもらおう。まあでも、ヘビメタやけんね。戦よ、戦。はい、音楽堂。じゃあ、お願いします。衣装が個性的になったね。やっぱり女の子中心で左右に男っていうのはちょっといい感じだな。もうかっこいい。いいねいいねいいね。おかっこいい。かっこいいよ、あったん。観客の中に10人いっぱいおったらいいのにね。ほい、それじゃあみんなに募金を募ります。みんなじゃんじゃん入れてってね。ユニポンちゃんすごいスラッとした感じになったよね。結婚して。今日は 26,910 円集まりました。ありがとう。ほい、そして、三重ニュース見てこう。4時になりました。三重ニュースをお願いします。お願いします。アユナリが唯一のドリアンバーガーが。新作のハンバーガーが非常にまずいと評判になっています。先月発売されたドリアンバーガーは、アユナリがでしか取れないドリアンバーガー。すげえ丸ごと入ってんだけど。販売元のビッグアユナは、話のネタに一度でいいから食べてみて。ほら、涙ながらに語ってるから食べてあげてよ。ちょっとだけ微笑
えましいです。涙ながらに語ってるのが、そうそうそう、はい、急いでビッグアユナへ。ほい、ありがとう。それじゃあ喫茶店に誰かおるね。おお、キングとココちゃんが2人でデート中だった。いいねいいね。あれさ、フォークでサンドイッチ食べよるってことなんかな。ね、片手でサンドイッチ食べながらフォークでさらにサンドイッチを食べるというわけのわからない食べ方を。そして浜辺は、これはチータンくんだよね。なんかいつも思うんやけどさ、海を眺めおる人のこのポーズめっちゃかっこよくない？黄昏れてます。いいねいいね。そしてマンションの屋上、屋上にも誰かいらっしゃる。あ、なるほど、なっちゃんはせつなさんのとこに行ったのね。何を眺めているんだ。ラケットを渡したのに練習をしているわけではなく、何かしら台を使って何かを眺めている。ほい、それじゃあゆうなちゃん入るよ。またまた浴衣だ。遊ぼう遊ぼう。対戦絵合わせ。最近絵合わせ多いね。2枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。揃った時はもう一度めくれます。たくさん揃えた人の勝ち。ほい、スタート。先行と後攻どちらがいいですか。じゃあ先行で。アルナのそっくりさんの番です。ほいほい。じゃあここと。ゼリーです。ゼリー。レバーです。レバー。うん、これと。おお、早速、マジか。これ、何それ。あ、ダイヤ。アユナのそっくりさんの番です。ほいほい。ここ。ここです。お、ここちゃん。かなり。イェーイ。アユナのそっくりさんの番です。ほい。レイちゃんです。レイちゃん出てないね。ゼリーです。ゼリー、ゼリー出たよ。これはチャンスだと。だよね。うん。これ、おー、あ、これはもう揃えられてしまうパターンの気がする。これと、これ、あ、いやー、マジか。これ、これ、あー、もう圧倒的だわ。負けたわ、普通に。残念でしたね。また遊んでください。うん、またね、今度。お宝、ティッシュをもらいました。ありがとう。かわいいヘアアクセサリーが欲しいです。かわいいヘアアクセサリー。今も十分可愛いけど、違うのする？猫耳カチューシャ。ハイビスカス。猫耳カチューシャどうよ。ないじゃん。あ、白いのがあるのか。なるほど。あ、でもピンクの浴衣やけん、白の方が合うかもね。あ、でも黒とピンクも合うんか。どうすか。すごく気に入ったようです。おー、よかったよかった。でもメイド服に猫耳でもありやったね。何を真剣に考えよ。実用品、一応役をもらいました。ありがとう。実は人の噂話が好きです。まあね、みんな基本的に噂話とか好きやったりとかするよね。まあその噂話が正しいとは限らんのやけど。ほい、それじゃあおにぎりでもどうぞ。お腹すいとるやろ。どう？まあまあ美味しかったようです。まあまあか。お、レベルアップ。ほい、それじゃあ道具で、化粧品どうぞ。道具、化粧品セットをプレゼントしました。どんどん化粧して出かけていってね。お、早速使ってる使ってる。やっぱりみんなこうやって化粧したら顔変わるよね。ちょっと大人っぽくなったよね。でもさっきまでの方が正直ちょっと目大きかったような気がするんやけど、気のせいかな。ね、若干ちょっと小さくなって釣り目気味になったような気がするよね。気がするだけかな。ほい、それじゃあ、あ、なっちゃん今度こそ、ん？誰か入ってきた？あゆなじゃねえか。そっくりさんの前に君が入っていくんか。
遊んでるところ悪いけど、入るよ。遊びに来たところ悪いけれど。今なら、何それ、期間限定なの？お腹空いた、ちょっと待ってね。何がいいかな？韓国冷麺。私、指をポキポキ鳴らすのとかさ、できんのよね。なんか、小学生ぐらいの時から思うようやけど、みんなどうやって鳴らしようやろうな、みたいな。あ、でも一回だけ友達に手伝ってもらってやったことある。手伝ってもらってまでやることじゃないんやけどね。あれってさ、なんか指ポキポキ鳴らしちゃったら指太くなるんやろ？で、まあ、できんならできんでも、いいような気もしてきた途中から。ほい、それじゃあ、愛珍入るよ。もうなんかパッと見て愛珍ってわからんくなってきたよね。遊ぼう、遊ぼう。超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか。三つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？ほい、スタート。第一問、ででん。なんだそれは。あー、どんぐり。全然違ったわ。全く違ったわ、一問目から。タコスか。残念でしたね。また遊んでください。また。お宝、トイレットペーパーをもらいました。ありがとう。もらった CD の曲は全部覚えちゃいました。おー、マジで。ここで歌ってみましょうか。ぜひ歌っていただきたいけど歌ってくれないんでしょう。でもあれよね、なんか新しく発売された曲とかでもさ、自分が気に入って、気に入ったら私一日中リピートしよるけんさ、まあ覚えるよね、速攻で。はい、チータンくん入るよ。めっちゃ笑顔や。さっきまで海で黄昏とったのになんか吹っ切れたかな。グッモーニング。そうか、もう朝か。変顔の練習したので、見てくれますか？うん、見るよ、見るよ。いかがですか？いいね、いいね。面白い。楽しんでもらえて、何よりです。みんな何？そんなに変顔練習して何があるの？大会かなんかあるんかな？道に迷ってる旅人がいたんで、道案内してあげました。おー、マジで？じゃあ、道案内した帰りに海に寄っとったんかな。ほい、それじゃあ、おかゆ。いただきます。おかゆってまあなかなか食べんけどね。熱が出た時とかかな。すごく美味しかったようです。でも私、熱が出たりとかそういう食欲がない時でもおかゆじゃなくて雑炊派だな。なんかおかゆって味ないやんか。まあそりゃ梅干し入れたりとか、最近いろんなおかゆあるけどね。鮭のおかゆとか。ほい、それじゃあ、まだ化粧しよる。ケバクなるよ、ケバク。ほい、じゃあゆきちゃん入るよ。どうもどうも。お久しぶりです。お久しぶりです。いい人になれるように努力はしているんです。いい人になれる。努力ってするもんなんかな、それ。なんか人間性の問題な気もするけど、でも意識変えていくのは大事なんかもしれんね。ほい、それじゃあソフトクリームでも。いただきます。なんかちょっと全体的に涼しげな感じやけんさ、食べるの早いな。結構美味しかったようです。よかったよかった。お礼にこれもあげます。お、なに？実用品お風呂セットをもらいました。ありがとう。あの後ろの魚とかサメとかってさ、どういう感じなんやろ。飾りよね。まあ、そりゃそうやけど。なんかすごいな。落ち着かなさそう。あれって天井から吊り下げとるとかそういうことなんかな。ね、ちゃんと立体的やもんね。絵とかじゃなくて。しかも入り口がどこだかわからない。ほいじゃあ、ひよりちゃんの夢の中に入っていくかな。お邪魔します。お、もしやさっきあんな部屋にいたから。ひよりちゃんには関係ないけどね。
こうやってさ、自分がメインじゃない夢を見るっていうのはどういうことなんやろ。大抵自分目線なことない夢って。でもあれ確実になんかメイン魚やん。夢だよ。どういうわけか食べ物ちゃんこ鍋を拾いました。そしてあの夢からのちゃんこ鍋の意味もよくわからないし。なんか夢占いとかってさ、そんなになんかチェックすることはないんやけどさ、同じ夢を何回も見るときってちょっと確認してしまうよね。ココちゃん入るよ。デートから帰ってきた？おはようございます。おはようございます。あ、これこれ、この服に猫耳をつけるべきやったかもしれんね。え？してたじゃないか、さっき。まだまだ足りないということね。オッケーオッケー。それじゃあ、浜辺でも。いいですね。準備していこうと思います。いってらっしゃい。お、レベルアップ。ほい、それじゃあ、道具で。どうしよっかな。何がいいかな。ヨガ。ヨガ入門書。道具、ヨガ入門書をプレゼントしました。お、浜辺に出かけていったよ。じゃあちょっと見に行こうかな。楽しそうだね、お二人さん。いいね、いいね。ほら、もう。あははは、うふふふ、捕まえてごらんなさいやん。お、ココちゃん。ココちゃんが、なんか一心不乱に砂を描いていたけど、二人は気づいてそうにもなかったね。みんな結構家帰っていっとんかな。寝てるのか。見に行こ。アスムとユニポンちゃん、お二人とも就寝中か。ハットくんとなっちゃんは？ハットくんが寝てる。あ、そっか、なっちゃんまだ起きとったもんね。起きとったところか、おはようございますって言った気がする。起こしてあげてよ、ハットくんも。ふふ。ほい、それじゃあ、クラくん入るよ。マッチと遊びましょう。遊ぼう、遊ぼう。一人で絵合わせ。二枚のパネルをめくって絵を揃えましょう。5回失敗する前に全てのパネルを揃えられるかな？スタート。これはみんなあれかな？見ててなんか楽しいのかな？ねえ、自分もやればいいのに。ああ、一文字多かったとかそういう問題じゃないけど。ほい。人多いな、今回。お、アイカちゃんはこっち。オッケー。そして、ひとめちゃんこっち。イエーイ。アイちゃんこれ。よし。なんか人が続々と開いていく。蛇口。マカダミア。もうあと全部開けたよね、多分。あれ開けてないとこあったっけ？あ、ほら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 、いけたいけた。イエーイ。ありがとう。私、麻雀はせんのやけどさ、上海をよくしよったけん。上海好きなんよね。じゃあ一番大きいやつ。ミラーボールだ。お宝ミラーボールをもらいました。もらっても置く場所ないよね、ミラーボールとか。ああ、危ない。騙されるよ、クラ君、それは。まあ、人を信じないというのもあれだけど。信じすぎてはダメだ。きっと。ほい、コーンフレークあげる。朝はサラサラっと。朝からがっつりでもいいけど。まあまあ美味しかったようです。おお、よかったよかった。ほい、それじゃあ。誰かに服でも作ってもらおうかな。ね。なんかめっちゃウキウキや。おお、なんか超走り回ってるんですけど。テンション高いな。ルキアくん入るよ。なんかいいことあった？
スマブラって、神ゲーっすね。スマブラ。スマブラ楽しいよね。自分では、割と運ない方だと思います。いいな、いいな。その運を分けていただきたいんだけど、私。じゃあ、ちょっと、服じゃなくって、じゃあ、ご飯の方を作ってもらおうか。フライパン。はい、お願いします。美味しく作ってみせましょう。ほい、そのテンションで作ってくださいまし。これを食べて、スタミナつけてね。いいね、なんかすげえ手際いいね。すごい綺麗にくるっくるって、ひっくり返してそう。あゆな島風の味付けやって。あゆな島風ってどんなんやろ。どう？え？海鮮ソーセージ。はぁ、あ。はぁ、あ。まあ、ソーセージ好きだけどさ。ありがとう。なんかさ、ソーセージとウインナーって違うんかな？私の中でソーセージってちっちゃい子がさ、よく食べるような、なんか戦隊ものだとかさ、キティちゃんだとかの、絵がついてるパッケージのやつあるやん。ああいうやつのイメージがあるんやけど、なんかウインナーは焼いてパリッとする感じの。同じかな？まあ、同じような気がするな。お、二人はなんかラブラブだな。お？びっくりした。一瞬隣で誰か寝ようかと思った。皆さんまだ結構寝てるね。まあ朝早いからな。ね、まだ朝早いから。ひなちゃん入るよ。いつでも旅行気分。一週間ぶりくらいですか？あゆなのそっくりさん。お久しぶりです。人の言い間違いが気になります。あ、でもそれはすごいわかる。私自身も言い間違うんやけど。人の言い間違いね、前までなんか結構指摘しよったんやけど、最近ちょっと、自分の中で変換して理解するようにしよる。なんかいちいち言うのもあれかなーみたいなね。話の腰を折るし。お、すごく美味しかった。よかったよかった。レベルアップということで、道具。携帯電話でもどうぞ。ほら、やっぱりちょっと遠出しよる風やけんさ、いつでも連絡がつくように。そして、ほい。今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよっていう方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。今私が部屋を覗くまでめちゃくちゃサボってたよね。